フラワー占いチャンネルです。今日はキムタクさんと工藤静香さんカップルを占ってみます。えっとあとあのネットニュースで武田信二さんとキムタクさんがなんか仲良しでっていう記事を見たので、まあ相性なんかあとこういう関係なんかも占ってみました。それでは見た目の相性診断ですけれども、えー、キムタクさん。 静香さんというのは、まあ、お顔の相性というよりはあのまずファッションの相性、まあ、結婚された当時の雰囲気でいうとお二人ともサーファーみたいなあの髪の毛も茶髪でサーファーのような感じのファッションされてたのでまあファッションの相性が良かったということでまあお顔は、まあ、そう悪くないですね割と逆三角形のような 感じの彼とな長で目が大きい彼なのあ彼女なのであのそう悪くない点点から80点ぐらぐ、ねはい、この,あのファッションの相性というのはもう一番、えー、優先順位の一番にきますのでいくらあの顔の相性が良くてもあのファッションの相性が全然合わないともうまず付き合おうとも思わないと思いますね。このの茶髪の 人があの。すごい真面目そうなね、あの。もう黒髪の、あの。なんていうか、もう囲碁棋士みたいなね、そういう人とは付き合いたく。た、うん、付き合いたいとは思わないんだろうなっていうのはう、そういう感じです。まあ、バランスが悪いですよね。では、空亡で見ていきたいと思います。えー、工藤静香さんは、気のえいねを日中に持つ。 イヌイ空母の犬年生まれですのでスター星になります。カリスマ性があってスーパースターの器がある人になります。そしてキムタクさんは土のエサ猿を日中に持つトラウ空母の人になります。えーイヌイ空母 の工藤さんの基本的な性質ですけれども乾空母の人というのは芸術家アーティストの星になりますそしてわがままで非常に自分勝手で人を使うのが非常に上手なのが乾空母そして上手に嘘をつける、まあ、言い方上手な人が多いのが乾空母そしてドエスなタイプになります。 そしてキムタクさんのトラウクーボーは天然で欲がなくて相手を立てる控えめなド M の人になります。現実的な日常的な星マイホームパパの星になります。でまあ,あの小室さんと眞子さまの,あのカップルもこのタイプですね女性が犬い,いで。 であまあ、ここに書き忘れましたけど「乾」の人っていうのはもう面食いです面食いですのでもうねまあこのタイプの,あのお二人の場合は彼の方が彼女にグイグイ行ったってことですけれどもねなんかあのまああとで言いますけど前世からの何かがあるんでしょうかっていうところです。 そして、まあ、性格の相性でいうとですねサルトリ空母とトラウ空母あのキムタクさんのトラウですねトラウと工藤、えー、さんの犬イイですからここはもう性質が全然違いますのすれ違いますので相性自体はあまりいいとは言えない相性なんですね。 ただ、まあ、目的があってねこのどっちかというと日常的現実的であまりこう日常生活から枠を飛び出さないタイプのこのゆる星の人たちにとっては仕事なんかでちょっと一花咲かせようってなるとこの,あの芸術星夢グループの圧倒的パワーを必要とする場合がありますのでまあそういう見方をしますねでは えー、市中水明で見ていいいきたいと思います工藤さんは、えー、スター星あって年中と月中に会合が2つ並んでますので非常にこれあと全部が「陽」ですね「陰陽」の「陽」女性は「陰」と言われてますので「陽」ですの、ね、で男っぽいとか自分がもうぐいぐい前へ出て自分が引っ張っていくという感じですので、まあ、名プロデューサー そしてここが、えー、春生まれの,あの大木ですから非常にプライドが高くて自信家だっていうことですねそしてここに「えー、ねたつの剛」と「たつ犬の宙」がありますけれども、まあ、ここは、まあ、そんなに重視しないですけれどもでこの方一応5行は揃ってるんですけれども「変感と性感偏在」 財が非常に燗と財が非常に多いということはですね、えー、仕事夫男ですね男子供を上手に使って大金を稼いで偏在ですね偏在や合財が効いてます燗も効いてますので大金を稼いでそしてため込む人ってことになります犬がもうここにすごく多いですね犬が。 山があのお金を貯め込むねあので財ですから山の財ですからもうお金を偏在ですから大金を稼いで稼ぐ力があってそして貯め込むもうだからこの方っていうのはもう本当にすごいやり手の女性なんじゃないかなと思います。 そして名プロデューサーというのはただこういう星があればいいってもんじゃなくてこの犬の人っていうのは本当人を使うのが非常に上手でそれでいて5歳児のキラキラした感性を持ってますので人の本質を見抜く力っていうのがねすごくあってあはっきりものを言いますのでダメな人はもう即切るしあのいいと思う人は上手に育てるってそういうあの力がある人が多いです。 じゃあこの方はどういう男性を選ぶのかっていうと、えー、ネウマウトリの透0札エロスの透0札が配偶者のところにあってシンプルなこの水の水の音ですねインジュの水の音の目浴ですからおしゃれ目浴ですねセクシーでおしゃれでできる男これ水の音のインジュですから頭がきれいよくて頭がよくてまあ,あのうまく流れてくれるねあの 動いてくれる男性ってことこになりますそしてまあ看護がすごくこう仮看護と看護がわーっとありますのでこれがまあ,あのいろんな人も偏ってなくて子どもだったり子どもの柱夫の柱そして目上上上司あの社会とまあいろんなところにまああの細かく出てますのでこうまあ総合して名プロデューサーの器だっていうことになります。 そしてこの二人2000年に結婚したということなんですが2000年っていうのは「カノエのたの年ですのでこの月中ですねこの工藤さんの月の柱と全く同じ月中プラスこの「カノエのたの会合ですからもうセンセーショナルな前例のないねアイドル同士の結婚っていうのをあのされたってことでね。 そしてもうすべてこれ飲用の用ですから仕切り屋でそして地震たっぷりね木の枝の立つですからということになります。ではキムタクさんはトラウ空母の人ですのでまあこの方も年中は水のエの会合があってあとまあこういう感じなんですけれどもこの方の場合は偏在制裁偏在 偏在と財が多いですね男性にとって財というのは女性であり、まあ、お金ですので、まあ、モテすぎであるということとあと看護仮看護もちゃんとわっとありますのでモテすぎでお金がありすぎる悩みを、まあ、ありがたさと悩みをねあのバランスで悩むというようなあのこのトラック風でねこういう財がありすぎる悩みの方いましたね。 あのなんだっけあの人歌あの歌う,歌う人ですね、まあ、イケメンの歌を歌う人ちょっと今ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、皆さんもうすぐ浮かぶと思いますけれどもでえー、っと「妻の支えで仕事運」「俳優が丸になる」っていうのはですねこの「狩野と」が社会のところに来ていてここの軸のこの「狩野絵」ですねここがもう 支えがすすごいんですね強靭な支えなので妻の力でこの召喚ですねこの職所召喚っていうのは俳優とかアーティストとかそういうものですねそしてここ自身のところが絶が来てますので芸能人のザ・芸能人というようなねそういう人になりますそしてこの方は奥さんどういう人を選ぶかというと、えー 非偏在・食人の病ですので、えー、病的に頼もしい妻ですこれ非験と偏在と食人ですからそして、えーとまあ、この方をの見て気になるのはですね、えー、偏在と偏在があのこう、まあ、自身とね土の絵と仮看護でつながっていてでここの偏在からスタートしていて ここがまた仮看護であの配偶者のところに来てるんですね。こことここが。ということはですね、偏在ですので、正在じゃないのであの、今の奥さんとは前世で一緒になれなかった、なりたくてもなれなかったんじゃないかなと思うんですね。なので、もう、このね、方を見たときに、もうこの子じゃなきゃみたいな、この人、ずっと憧れてて、もう、あの、まあ、ね、あの、 星の一手かどうかわかんないですけど、まあ、うまく一緒になったっていうことなんですけどもなんか前世から決めてましたみたいなそういう感じだと思うんですね前世で一緒になれなかったからまあ今世では一緒になってでまあ気になるのはですねあのここが生在がここに来てるんですね生在がすごく離れたところそして年,年下の体が来てますので だから今世では奥さんはあのー、この人を、まあ、手に入れたんだけど今度愛人となる人をちょっとねすれ違いの年下の、あのー、人ってなるとですねなんかこの私から見るとですねこの、えー、サルトリ空ンの長澤まさみさんですねなんかすごく名コンビでしたよね映画,映画を見,見ましたけどね丸顔の彼女。 でこのサルトリ空母のスター星ですけれどもサルトリとあのトラウですから非常に相性がよくてそしてあのこの方も夏のパサパサの運勢ですから彼みたいに冬のね水気の多い人とは相性が非常に良くなりますので落ち着く関係ですのでなんかまあ愛人とは言わなくてもですねあの、まあ、ちょっとそういう。あの 癒しの女性の存在っていうのがねなかなか会えないですけどもそういうのがあるのかなっていうような感じですそしてじゃあこういう関係を見ていくこうともですけども、えー、と武田信二さんと、まあ、仲良しだってことなんです武田信二さんもサルトリ空母なんですねサルトリの、えー、まあこれねサルトリとトラウのこの相性のいいサルトリ空母 でサルトリクーブどういう人かっていうとですね人見知りで空気が読めなくて17歳ぐらいのいつも緊張してるようなこうそわそわしたような天然の人ってことになりますそしてこの方がまあちょっと変わった人ですね水のエネ水のエネのもう会合会合で水のと羊の人ですからこれ一見まあね強い水で あの強そうなんですけどもこれ合材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 ですからもう変人ですねこうなるともうこっちで生きていくしかない合材のもう勝手に生きていくしかない人になります自分のパワーでで止まると死んじゃうんでねこういうタイプの人っての水ですから水っていうのは濁ると止まったりとか濁ったりするともう。 ダメですからね、それでまあ一応この奥さんの柱が羊の夏が来てますので一応なんかも奥さんの存在っていうのはありがたいのかなと思いつつですねここの時間がひっぽければいいんですけれどもこの大,み大水がですねバーッと来てこの火も消しちゃうし、ね、木もぷかぷか浮いて土もドロドロにしちゃうってことでここ大丈夫かなっていう感じはちょ,ちょこっとありますけれども。 ただこの方、あのー、運勢はですね16歳から76歳までカ,カラカラの運勢なんですねこの水気の人がなのでまあこういうところでバランス取ってるまあラッキーな人なのかなっていう感じですすごく偏ってますけれどもねでじゃあこの方の、まあ、奥さんちょっと気になったので奥さんっていうのを見るとです、ね、この方も辰巳空母のスター星ですのでまああのー キムタクさんのバランスと一緒ですね。この武田さんと奥さん、このねとキムタクと、あの工藤さんのバランスがちょっと似てますよね。あの。 辰巳空母のスターボシです辰巳空母の人ってリラクションが上手で図太、まあ、い人が多くて嘘つき嘘を上手につける人ですので、まあ、こういう、ね、そわそわしてる人にとってはこういう図太さっていうのはねあの必要かなって感じです。で、まあ、身長も高いですしこの方と同じ身長身長の低めの男性は身長の高い女性と相性がよくなりますので、まあね、お顔もこの。 形もねあの細長い感じとあの四角ですから相性がいいとそしてこの方はまああの被験と変異が目立ってて病ですからこの方はまあ謎キャラの女性だってことですそして でこの方はどういう人を選ぶかというとです、ね、この方はここのう「う」うとあのこの「きの絵が結構ねこの方にとっていいあの作用ですのであのまあ夫になる人の存在というのは少しこの方にねあのプラスになるそしてこの方召喚で始まってますので、まあ、女優とかそういう表現することをしたくてあのこのように でまあこのお相手どうしてやるかというとセクシーで年上で「なよ」ってことですね「オツの食人」ですからこれ「おツの食人」なのでこれですね「なよなよ」してね優しいんだけどやさおみたいな感じだからすごくこの方の雰囲気にぴったりですよね。ですれ違いここの看護が遠いですから年上の男性ですけどねこのスイいて。 なので、まあこの人がね、ちょっと勝手にいろいろ動いちゃってるから、この人はね、だあんまり一緒にはね、あれなんじゃないかなと思います。そして、えー、まあキムタクさんのこういう関係で言うとですね、 すすごいんですよこれ、えー、サルトリとトラウが、まあ、あの相性がいいんですけれどもこの方は、まあ、サルトリばっかりですね長澤まさみさんさっき言ったサルトリですけれどもビーズの稲葉さんもサルトリそしてニノ も、なんか慕ってるってことですけど、ね、なんか話が合うみたいな。そしてサルトリです。そして、ええー、と、水嶋ヒさんもサルトリですね。水嶋ヒさんの奥さんっていうのは、あの歌い手さんの方は、この辰巳空母ですから、もうこのバランスと一緒ですね。まあ、ちょっとあのやさ,やさおっていうかね、あの弱い感じと図太い女性ってことで、なんかまあ、日常生活はこう。 そういうい図太さをで根を張ってもらってなんか友情関係は本当にこう会う人とたまに会いたいっていうねそういうことになりますそしてまああともう一人ドローンズの石本さんっていうのは72年生まれの、えー、とサルトリ空母ですからねほんに一緒ですもうサルトリばっかりですねこのもうここかここかっていうねこういう感じのなのでまあええー 友達ととはってことですね。気を使わず何も言わなくても分かり合えるそしてスペックが近いってことですねまあ見た目だったりとかまあそういうことそして共通点が多いそして相性がいいっていうのがまあいい友達。 っていうことになりますでまあ武田信二さんの場合は同級生だし、まあ、イケメン同士だし芸歴も近いですし相性もいいとなのであの仲良しなのかなっていうかただお互いに水気の欲しいあの冬の生まれですので、まあ、ずっと一緒にいるともう陰のパワーでねもう暗くなっちゃいますのであのまあねそういうしょうがないのかなっていう感じですけどね。で なので、まあ、私がこれで何を言いたいかというとあの夫婦の相性というのはそんなにねあのめちゃくちゃこう絶対ここのグループじゃなきゃダメとかねあのこのグループこの人と結婚しちゃったから別れてこっちを探そうかなんていうねそういう極端なことはしなくていいわけですね。あの 奥さんだったりは何らかこう必要としてねあの割れ鍋にとじぶたみたいな感じで必要でこういう合わない人と一緒になってますのであのまあ友達付き合いは自分と合う人そういう人の場合は。で逆に言うとあの夫婦でねあのこういうグループで同じグループの人とあの一緒になった場合はですね まあ、友達付き合いぐらいちょっとあの異文化交流じゃないですけど全然違うタイプの人と一緒になるとですねバランスが取れてまあなんとなくあの偏ることなくあのうまく流れていくっていうそういうことを言いたくて今日は動画にしました、はい、最後までご視聴いただきありがとうございますよろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたしますフラワー占いチャンネルでした